今日は久々に丸一日お休みになったので、ちょっと行きたかったところとか、まあ、おすすめしてもらった気になるカフェとか、いろいろちょっとまとめて行ってみたいと思います。おすすめしてもらったビーガンカフェに来ております。もう全席テラス席って感じ で今日めっちゃ天気がいいから、ちょっとねだいぶ眩しいです。今ビーガンカフェで、まあ、ちょっと遅めの朝ごはんみたいなブランチみたいなのしてきたんですけど、なんかまあ別にビーガンではないんですよ私は。ただ最近ちょっとお肉を控えてるんですけど、でまあそのちょっと友達にビーガンカフェ美味しいところって言って教えてもらってきたんですけど、まあ美味しかったか、まあとりあえず外、まあ、全部テラス席やったんでテラスで食べてたんですけど、まあ、外ですよね。そしたらなんかもう虫が死ぬほど多くて、めっちゃちっちゃいコバエがいっぱい飛んでて、でそれが最初なんかめっちゃ手につくなと思って払いながら食べてたんですけど、まあ、気づいたらなんか料理の上にもめっちゃ乗っかってて、でそのハエを取り除く作業をしながら食べてたんですけど、でもこれ絶対もうジュースの中にも入ってるやろうなと思ったし、なんかそれをやってたらちょっとどんどん集中できなくなって、ご飯食べることにもはやもうなんか味とかそれ以前の問題なんですけど、でもなんか味もなんかだんだん自分虫食ってるなとか思ってたら、なんか美味しく感じれんくなってきて、もうもはやこれもう完全に虫の問題ですねって思ってたら、今度は鳩も飛んできて、でしかも鳩が別に足元にいるとかじゃなくて、私の食べてる普通にテーブルの上に乗ってきて、鳩が、あーちょっともうこれあかんなと思って、でもうなんか出てきましたっていう私の初のビーガンカフェ体験でした。ちょっと今からね、買いたいものあったんで買い物行って、その後もう一軒ちょっとまた教えてもらった最近めっちゃ行けてるっていうカフェに行きたいと思います。今この間ですね、友達に教えてもらった、まあ、めちゃくちゃイケてるっていう今ちょっと話題のカフェにですね今行って、まあ、コーヒー飲んで出てきたんですけど、なんかちょっと爆イケすぎて、優雅にコーヒー飲んでる絵とかちょっと動画で撮ろうかなと思ったんですけど無理でした。なんかもう店員さんももうイケてるし、まあ、なんか雰囲気もおしゃれすぎて、ちょっとなんかこうカメラ、このなんかこう自撮り棒とかついたカメラを出して動画を撮影するような、なんかそういうミーハーな感じの自分をちょっとあの空間で出せなかったです、すいません。でも写真もごっそりねちょっとだけ撮ってきました。
まあね、ちょっと写真やとあんまりわからないんですけど、とにかくね、もうすごいイケてました。空間が、お客さんとかもやっぱりイケてる人しかいなかったし、なんかイケてる空間でイケてる人に囲まれるとちょっとやっぱ萎縮してしまうんですよね。というわけ で、まあコーヒーいっぱい頼んでサクッと飲んできて、コーヒーはでも正直あんまりちょっと好みじゃなかったんですけど、雰囲気にちょっと酔いしれてきました。でちょっとね、あの物足りないので、これからもう一個、今度はこの間あの妹に教えてもらった、おすすめしてもらった、あの最近またそこもねできたばっかりの新しいカフェがあるので、そっちに行ってみたいと思います。今実はちょっとカフェのトイレにいます。カフェが爆イケすぎて、なんかまずこの専用のカードキーをレジでもらわないとトイレにアクセスができなくて、で今これもらって入ってきたら、まあ誰もいないんですけど、ちょっとトイレが爆イケすぎて取らずにはいられませんでした。ちょっとね、こんな感じ。これ動画で映るかな、この爆イケ感。おしゃれすぎて。でまあとりあえずね、今2軒目のカフェに来たんですけど、こっちもなかなかの爆イケで、ちょっと撮影は厳しいかも。一旦ちょっとトイレして出ます。2軒目のイケてるカフェはまあまあそこそこ、結構カフェ自体も大きくて、でたくさん人もいたので、まああの1軒目のイケてるカフェよりはわりかし、まあイケてたけど、あの落ち着くっていうか、まあちょっと長居しやすかったですね。で、あのそのまあカフェ出た後、ちょっとまあいろいろ寄りたいお店、腕時計の電池交換行ったんや。とりあえずこれは昔友達がクリスマスプレゼントにくれた時計、腕時計をすごい気に入ってて、でもずっと電池がなかったから使えてなくて、この時計の電池交換行ってきたのと、あとはまあいろいろお店ぐるぐる回ってきました。でこれからちょっとなんか大きい事務用品が売ってる、まあ大きい文房具屋さんみたいなところに行って、ちょっと必要な文房具とかをいろいろね買いに行きたいと思います。オフィスワークスっていう、なんかまあ事務基地みたいな、でっかい業務用の文房具屋さんみたいな感じで、でももう色と規模だけ見たら、まあまあイケアかなみたいな感じですが、ちょっと今から文房具買いに行きます。というわけで今日はまあ私の一日のお休みの日をですね、一緒にお付き合いいただきました。最近そう結構すごい仕事をたくさん入れてて、久々にね丸一日のお休みができて、まあもう決してあのブラック企業で働いてるわけではなくて、まあ自分でですねいろいろとシフトを入れてます、いっぱい。はい、まあそういうわけでちょっと行きたかったカフェとかで買いたかったものとかも買いに行けて、あそうでパースですごい好きな古着屋さんにも行けて、あ今日ちなみにね着てる服はこの間、まあ、インスタでちょっと載せたんですけど、この間そこの古着屋さんで買ったやつで、これももうやっと着れた。いつも仕事やからちょっと仕事着ばっかり、楽ちんな格好ばっかりやけど、やっとちょっとで、天気もねもうだいぶ暖かくなってきたんで、こっちはやっと着れました。まあ、最近はちょっと仕事もたくさん入ってて、なかなかですねちょっと YouTube 撮れなくなってしまったんですけど、またちょっとこんな感じで近況アップしていきたいと思いますので、またお付き合いください。